すみません。明日は何時にどこですか明日は朝8時に会社の門の前集合ねわかりました。8時に門の前ですねじゃあ、また明日では、金曜日の10時に来てください 金曜日の十時ですね。えーっと、場所はどこですか。受付に来てください。その後、部屋に案内します。わかりました。明日何時にしますか。六時はどうですか。 6時はちょっと早いです6時半でもいいですか6時半いいですよじゃあそうしましょう待ち合わせして一緒に行きますかそうしましょうどこにしますかじゃあ駅前の平和の鳥の像の前にしましょうえ、それなんですか私もわかりません 駅の改札でもいいですか。じゃあ、そうしましょう。六時半に駅の改札集合で。はい。わかりました。すみません。博物館はどこですか。博物館。 私立博物館ですかいえ私立博物館じゃなくて科学博物館ですああ科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡ってすぐ右に曲がったところにありますえっと橋を渡って右ですねはいそうですありがとうございます アジア食材バグースですすみませんそちらに行きたいんですがどう行ったらいいですか今桜駅の北口にいます駅の北口ですね駅の前の道を渡って銀行とコンビニの間の道をまっすぐ行ってくださいはいそれから一つ目の信号を右に曲がってください右ですね はいその道をまっすぐ行って2つ目の角を左に曲がってくださいはいそうすると黒いビルが見えますその隣です黒いビルの隣ですねわかりましたありがとうございますお待ちしております 休みの日にどこか行きたいんですがいいところがありますかそうねスポーツは好きはいじゃあ南スポーツセンターとかはどうスポーツセンター建物は古いけど安くていいわよそうですか 休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますかそうだなこの街の人は、マリンモールによく行くよ。え、それは何ですかショッピングモール。いろんな店とか、レストランとか、スーパーとかがあるところ。面白いけど、日曜日は人が多いかなそうですか。一度行ってみます。 昨日はすごい雨でしたね。ええ、風もすごかったですね。大変でしたね。本当ですね。毎日よく降りますね。本当ですね。嫌になりますね。そうですね。 ジョイさんの国にはどんな季節がありますか一年中夏です。ずっと暑いです。そうですか。アラムさん、好きな季節はいつですかそうですね。秋が一番好きです。どうしてですか 私は暑いのが苦手ですから秋は涼しいですから好きですメリさんは私は暑いのが大好きですから夏が好きですへえそうですか海や山で遊ぶのも楽しいです河野さんはどの季節が好きですか私も秋が好きですねどうしてですか 紅葉の景色が綺麗ですから。そうですね。それに。果物も美味しいですよね。葡萄とか梨とか。アラムさん。好きな季節はいつですか。そうですね。秋が一番好きです。 どうしてですか私は暑いのが苦手ですから秋は涼しいですから好きですメリさんは私は暑いのが大好きですから夏が好きですへえ、そうですか海や山で遊ぶのも楽しいです河野さんはどの季節が好きですか私も秋が好きですね どうしてですか。もみじの景色が綺麗ですから。そうですね。それに。果物も美味しいですよね。葡萄とか梨とか。フオンさんは。休みの日は何をしますか。私は。大抵友達と。バドミントンをします。 私はスポーツが大好きですへぇバドミントンどこで市の体育館でします毎週夕方までバドミントンをしてその後みんなでご飯を食べます本当に楽しいですいいですねエコさんは僕は 休みの日は大抵家でアニメを見ますどこにも出かけませんか出かけるのはあまり好きじゃありません家でゆっくりするのが好きですどんなアニメを見るの日本のアニメです特にジブリの映画が好きですそうですか石川さんは休みの日は何をしますか うーん僕は子供と公園そうですか公園で何をしますかキャッチボール僕は野球が好きでね見るのもするのもそうですかお子さんは何歳ですか8歳と5歳子供とキャッチボール 楽しいよ日本に来てどのぐらいになりますか一年になりますそうですか日本の生活にもう慣れましたかはい 日本では何をしていますかレストランで働いています。仕事はどうですかとても忙しいです。